はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ドリームトミカのイニシャル D FD3S RX7 を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはドリームトミカのイニシャル D FD3S RX7 です。で、このモデルは2017年に発売されたモデルで、劇場版イニシャル D 無限レジェンド3のモデルだね。ボディカラーの方はイエローのソリッドになってます。結構光沢感があって蛍光イエローに近い感じかな。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。グリル周りの部分もしっかり作られてるね。ライト類はシルバーの塗装になってます。で、中央の部分にはアンフィニマツダのロゴがプリントされてるね。で、ボンネットの方を見ていくと、特にここにはプリントもなくて、窓枠の部分はブラックでモールの部分が塗装されてあります。で、ルーフの方を見ていくとこんな感じになってます。で、助手席側を見ていくと、この部分にはレッドサンズってプリントがされてあるね。で、ドアの部分にもたくさんプリントがされてあって、ちょっと小さい字で見づらいけど、スーパーコンディションとかスプリンターってプリントがされてあるのかな。すごくいい感じだね。で、後ろの方を見ていくと、中央の部分にはアンフィニマツダのロゴがプリントされてて、横の方には RX7 っていうのもプリントされてあるね。テールランプの部分はブラックの塗装になってます。でも、このブラックが結構ツヤのある感じで、実車のテールランプのデザインによく似てるね。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で、リアスポイラーの方はボディと一体形成の作りだね。で、上の方を見ていくとこんな感じになってます。内装の方はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、しっかり作られてあるね。運転席側の方から見るとこんな感じになってます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、ギミックの部分は左右ドアの開閉だね。で、裏の部分を見ていくと、マツダ RX7 のナンバー94番の1999年のシャーシになってます。全体的に見てみると、ノーマルの RX7 に近いのかな。激しいエアロとかはないけど、派手なボディカラーになってます。こうやって見ていくと、劇場版イニシャル D の映像の中に出てくるモデルが再現されてるんだね。高橋圭介の愛車 RX7 がいい感じでできてると思います。箱の方は正面のパッケージにトミカの写真だね。この部分にはイニシャル D の登場人物高橋圭介がプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、この部分に劇場版イニシャル D 無限レジェンド3のプリントもされてるね。で、後ろの方を見ていくと、講談社のライセンスシールもプリントされてます。はい、今日はドリームトミカのイニシャル D FD3S RX7 を紹介しました。で、今回のこのモデルは2017年に発売された劇場版イニシャル D 無限レジェンド3の高橋圭介の愛車だね。イエローのボディカラーとレッドサンズってプリントされてあるところがポイントなのかな。で、イニシャル D のトミカというとこれだね。こちらの2車種の方は前回レビューしたので、リンクを貼っておくので、そちらの方からご覧ください。で、今回これを紹介したっていうのも、今度2019年の2月28日に発売されるセブン&アイオリジナルのイニシャル D の FD3S RX7 っていうのが、このモデルに多分似てそうだね。おそらくボディの形状はこんな感じで、カラーリングもこのイエローに近いのかな。またそちらの方も発売されたらチェックしてみたいと思います。
オムニセブンのページを見てみるとこんな感じだね。ドリームトミカイニシャル D FD3S RX7 のレッドサンズだね。でパッケージを見る限りなんかよく似てるよね。ちょっと拡大してみるとこんな感じだね。でもパッケージを見る限り若干この辺りが違うのかな。で本体の車体の方はこんな感じだね。ドアの部分のプリントの部分が今回と違うのかな。発売日に入手してチェックしてみたいと思います。でこのページの下の方を見る限り、そうね、今は予約受付終了になって、ここはたまに予約復活したりしてるね。で 7&i オリジナル商品ということで、原作コミックの序盤で活躍する車両だね。高橋圭介の愛車っていうのが今回の 7&i オリジナルのトミカになってます。で今度発売される 7&i オリジナルのモデルはオムニセブンの方で予約することができます。でちょっと人気モデルなので結構品切れしてるケースが多いかな。オムニセブンの方で予約できなくても2月28日の発売日はコンビニエンスストアのセブンイレブンで購入することもできるので、またそちらの方もチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。